秋広型測量船は海上保安庁の測量船の船球。交渉船形は中型測量船。先行して昭和60年度計画で建造された天洋の発展型として設計された。船内スペース確保のため、船首楼は延長されて、朝鮮首楼型となり、看板室を一層増やして、上看板上3層とした。これにより、天洋では、 後部下甲板に配置されていた乗員室や調理室などが選手楼内に収容され居住区が船全部に集中配置されるようになったことで船内の通行の便も改善したまた速力向上が求められたことからバルバスバウも大型化されている測量時には船体動様を極力抑えることが望ましいが性格上から漂白ないし低速航行時が多いことから 他の HL 型測量船と同様、現、揺ら装置としては、現用タンクが採用された、指揮官としては、大発力 d l m 2 4ディーゼルエンジン、推進機は、可変ピッチプロペラである。精密な操船が求められる、正確上から、水力4トンの大型のワウスラスタも備えているほか、舵もフラップ不特殊だにだとした。電源としては、 主軸発電装置2機とディーゼル発電機2機が装備された。また主配電盤はマイクロコンピュータ制御とされており、故障機の自動回列や負荷の自動完成、スタンバイ中の発電機の自動動機投入などが可能である。なお、音響機器への悪影響を防ぐために水中放射殺音の低減策を講じており、主機関及びディーゼル発電機は防振ゴムを介して防振指示され、 発電機は防音パッケージに収容された。また機関室区画の隔壁には、精神剤が取り付けられているほか、プロペラと船体との間隔も大きくされた。なおプロペラシャフトと手機との間にクラッチを設けて、手機運転中でもプロペラの回転を止められるようになっている。海洋測量装置としては、船底に設置された CBM2000、12型マルチビーム音響促進機を、 はじめとして、推進測量自動収録処理装置、多素子音響促進機、旋回音響促進機、海上磁力計、海上重力計、複合測位装置、精密電波誘導装置を備えている。このうち、c ビーム2 0 1 2は、アメリカ合衆国のジェネラルインストゥルメント社製のマルチビーム音響促進機であり、卓用で装備化されたものの改良型に当たるが、 同機種としては日本だけでなく世界的にも初の導入であった。水深10から1万1000メートルまでの広域幅促進を行う海底地形調査システムであり、1回の総受信で水深の約2倍までの促進幅を得ることができる。船底の船守備船に沿って船尾側に28個の総波機がまたこれと T 字型になるよう、 選手側に84個の重波器が配置されていた。周波数は 12kHz、送信は幅92度のファンビームとして行われる。待ち受け受けぶり方式を採用しており、2度2度と非常に細い46本の待ち受けビームを合成することができた。これにより、海底地形を即座に、等身線図として作図することができた。海底の地質、地殻構造探査のためには、 地層探査機と最大機が搭載された。地層探査機は天洋と同じくアメリカ合衆国 EG&G 社製の8000、ジュールのシステムを採用している。これは戦備より栄光した送信電極のスパークアレイによって海中で火花放電させ、その衝撃波が海底や海底下の地層境界に当たった反射波を捉えて 海底下数百メートルまでの地質構造資料を得るものである。また、一般海洋観測のためには、磁気塩分温度振動記録装置、多層音波流速計、磁気減流器、流強解析装置、磁気式流高流速計が搭載された。ありがとうございます。